こんにちは、MQDV です。最初の企画動画から1ヶ月。週にプロトタイプ配布の準備が完了しました。お待ちいただいた皆様、ありがとうございます。初めての方のために簡単に説明しますと、話せる、会話できる、インタラクティブな AI アシスタントです。詳しい説明は以前の制作動画をご覧ください。イントロを兼ねた挨拶は、ここまでにして、こんにちは。お会いできて光栄です。早速、インストールガイドに移動しましょう。まず、動画説明のインストールバットリンクをクリックしてください。そしたら、このようにインストールバットファイルをダウンロードできます。次にインストールバットをインストールしたい場所に移動して実行してください。インストールには、約 3.8GB の容量が必要です。また、Windows が C ドライブにインストールされている必要があります。テスト時はワクチンやディセンダーの環境には影響されませんでしたが、環境によっては警告が出る可能性もあります。私としては信じてくださいとしか言えませんね。設置が終わるまで加速。インストールがほぼ終わりましたね。インストールが終わったということなので、2のキーを押して終了してください。ここまでインストールがうまく進んでいればいいのですが、何かうまくいかない部分があれば、コメントを残してください。対応できるように頑張ります。フォルダ構造は、画面を参照してください。では、MainX を実行してください。名前がMainX の理由は、はい。プログラム名の応募を受け付けています。前回名前応募者数、なんと0名。良い名前を思いついた方、コメントお願いします。その間にアロナ登場。先生、アロナに話しかけると API キーはないと思います。設定を確認してもらえますか？キーとは、簡単に説明すると、アロナの答えを作成してくれるサイトの接続キーです。詳しいことは後ほど説明しますが、基本、無料です。まずは、アロナの案内通りに設定に移動しましょう。設定は、右クリックメニューで選択できます。何か設定が増えましたが、次の動画で紹介します。依頼のドロップダウンをインワールドにして、インプットを押すと、API キーを入力できるウィンドウがポップアップします。では、インワールド API キーを発行しに行きましょう。アローナをちょっと横に置いて、動画説明のインワールドリンクをクリックしてください。次に、サイト右上のゲットスタートを押してください。好きな方法でアカウントを作成してください。アカウントを作成すると、このような画面が表示されます。サイト左側のインテグレーションをクリックしてください。画面を避けてジェネレーターニュースキーをクリック。新しいくだりができたら、コピーペース64をクリックしてください。再び設定に入り、コピーしたキーをペーストしてください。このボタンを押すと木が保存されます。同じように DEL も木を入れて、より優れた翻訳をすることができますが、今はキーが不要な Google 無料翻訳を利用して、パロナが動作する最小限の設定だけします。あ、こんにちは。先生、今日はどのようにお手伝いできますか？特に助けが必要なことはありますか？お知らせください。必要な情報やサポートを提供できるよう最善を尽くします。DEL 機発行については別の動画をアップします。そしてインワルドは基本無料だと言ってましたが、24年1月現在、正確には月に5000回の会話が無料です。残り回数はサイトのプロフィールをクリックして確認することができます。回数を使い切ったら、有料プランに変更しない限り、次の月を待つ必要があります。自分だけのキャラクターを作成するためにインワルドについても、後日別途動画をアップする予定ですが、まずは GPT ベースの AI を月5000回無料で使えるサイトくらいの認識で OK です。基本的なインストールは終了しましたので、ここからは雑談です。このプログラムは今後も開発を続ける予定です。まあ、ウルアカスイカゲーム、マイオユキ UB ライブアラナなどは人気がなくてやめたけど、せっかく Windows で AI プログラムを作ったので、チャット以外にもいろいろチャレンジしたみたいです。音声認識による会話とか、画面認識とか。そこで今はインワルドなどの外部モジュールを借りない独自の AI モジュールを開発中です。そっちの方があれこれ規制や制限もなくなるし。そのためにパソコンも6年ぶりに買い替えようと思っています。パロナのアニメーション工場にも必要ですし。例えば、髪の毛が揺れるアラナのスタンディングアニメーションのために過失を避けているにもかかわらず、2日間ずっと演算しなければなりませんでした。その時は仕方なく妥協しましたが、パソコン交換後、スタンディングを含め全体的に変更する予定です。そして、パソコンが良くなれば、今は開発でなかなか上げられない絆ストーリーの音質の学習速度も上がるでしょうしね。私の財布以外は万々歳です。それ以外はプログラムの品質向上のために、キャラクターの追加、ブルーアカイブの世界観の学習などを置いています。この場所に祝福がありますように。マリオスの始まりってね。雑談はここまで。今まで長い動画をご覧いただきありがとうございます。この動画やプログラムが気に入りましたら、コメントやチャンネル登録、いいねをお願いします。本当に大きな力になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。